この先に敵がいるんだ。ああ、この戦い絶対勝とう。ああ。俺は、この戦いが終わったら結婚するんだ。あ、死亡フラグだ。死亡フラグ立てちゃった、こいつ。え、やばいやばい、どうしよう。行くぜ。うわー。あ、やばいやばいやばい。絶対負ける。うわー、勝った勝った。勝った?死亡フラグ穴に立てたのに勝ったった。なんで?なんで勝てちゃったの?これで結婚できるぜ。いやー、すごーい。僕と結婚してください。すごい。死亡フラグ折っちゃった。すごいすごい。あんなに死亡フラグ立てたのに。告白できちゃった。ごめんなさい。振られちゃった。あんなに死亡フラグ立てたのに振られちゃった。無事帰ってきたのに振られちゃった。最悪だ。なんでだよ。私、他に好きな人がいるの?他に好きな人がいた。あんなに死亡フラグ立てて帰ってきたのに、もう好きな人いた。浮気されてた。かわいそう。私、その人と婚約してるの?婚約までしてた。こいつが死亡フラグ立ててる間に、彼女は他の男と希望フラグ立ててた。なんか変な言葉作っちゃった。うまいこと言おうとしすぎて。でもうまいこと言えた。なんでだよ。俺が命かけて戦ってる間に、それは怒るよな。こいつ最低女だよ。だってあなた、私と付き合ってないでしょ?え?あなた、ただのうちのお店の常連客じゃない。常連客だった、ただの。嘘。常連客で付き合ってもないのに、結婚申し込んだの?なんでだよ。10回以上通ったじゃないか。いや、10回以上通ったら付き合えると思ってる。やばいやつだった。10回以上来たからって、付き合えると思ってるなんておかしいよ。土星論。なんでだよ。毎日毎日通って、君の店でスイートポテトとキッシュを買って、好きで気持ちを伝えたじゃないか。キモい使い方してた。告白方法、キモかった。でも私、婚約者がいるから。嘘。給料3ヶ月分の指輪ケース用意したのに。いや、指輪ケースかーい。いや、3ヶ月分の指輪かいや。指輪ケースに3ヶ月分を使うな。これくらいのチャンネル登録バッグに、チャンネル登録者をちょっとずれて、刻みチャンネル登録者にゴマシーを振って、